確かになんか最近さちょっと話変わるんやけどドズル社の切り抜きって見てる人おる？あ、見てる人おるんだ。おすすめ出るんだ。オラフ君の雑談結構切り抜いてくれてて嬉しいよね。いや、わざわざミルダムの配信見て切ってくれてるんでしょ。いや、嬉しいでしょ。まあ動画切り抜いてくれてるのも嬉しいけど、こういう雑談配信、だって動画って言ったら切りやすいじゃん。あ、いや別に、切り抜いてくれるのは嬉しいんやけど、動画って切りやすいやん。でもこういう雑談配信って、結構話してる内容ちゃんと聞いて切り抜かなあかんから。結構、なんていうん、話してる内容も長いし、僕、1時間ぐらいで普通に喋ってるから、配信終わりに。そうそう。でも動画って完成されてるやつを切り抜くだけか、そんな、なんていうん、作業入れんけどさ、字幕ついてる場合もあるし、でも雑談気に入ってんの、雑談のこの長い中でも面白い部分切り抜いて、字幕つけて切り抜いてくれてるやん。あれすげえなって思って。いや、マジで感謝してる。うん。そう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 。ちゃんと聞いてないと切り抜けんし、いや、偉いなって思いながら、一生懸命頑張ってるなって思いながら、感謝してる。まあ、ウィンウィンでありたいよね。僕も全然喋るし、それがね、切り抜いてくれて、その人がね、伸びたら嬉しいしね、再生回数も。Twitter とかでもさ、切り抜いてる視聴者さんとかも、あれすげえなと思って。切り抜きすげえな見てて思う。YouTube でもたまに見るからさ。あれ、切り抜いて編集して投稿してるんか。いや最近、オラクの雑談の切り抜きもちょいちょいさ、見るからさ、切り抜きチャンネルで。いや、どんどん切り抜いてけって思って。そんな面白い話してるわけでもないけど。